はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は再び2トップの可能性もあるのかというところでルヴァンカップフロンターレ戦のプレビューですね。まあプレビューというかね、もうプレビューに関してフロンターレに関してはもう今年で3回目の対戦なんで、特にそうね話すことも正直ないんですけどもね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。まあいうことで今回はとりあえず予想スタメンを中心にですけどもね、やっていきます。まあこういうメンバーで特に浦和がねやっていくんじゃないか、見たいいなところですけどもね、てことでまあどうなんだろう、浦和で福岡戦まあドローと、まあいうことで僕もね現地観戦、北ゴール裏の方にですけどもね、福岡戦、参戦したんですけども、なかなかやっぱ2列目の迫力っていうのを出すことができなかったのかなっていうところと、最後のアイディアのところすり合わせですね、まあどういうふうにボールの出して受け手が動いていくのかってところに若干課題を感じたんでね、この辺を修正することができるかどうか。そして2列目の選手は今チャンスですよこれね、特にサイドハーフのところはですけどもね、まあ大久保選手、関根選手は頑張ってはいるんですけども、まあシャルク選手、モーベルグ選手、まあこの辺の外国人選手は今後ねやってくれんと困るというのがありますし、まあ裏列の選手としてこう世界で戦うのであればですけども、やっぱもう結果残さないとね、その頃にはまあチームから、チームを去ることにもなりかねないんでね、頑張ってほしいところではございますけどもね。はい、ということでまずこちら、まずルヴァンカップの順位表の確認からですね、一番上見切れてますけど A グループが一番上にはなってきます。で今回のルヴァンカップのレギュレーションに関してですけどもね、まあ基本的には1位が通過、1位の各グループの1位はねこれ決勝トーナメント、進出が決まるんですけれども、こと2位に関してですね、2位のクラブに関しては他のグループとの兼ね合いがあると、まあ、いうことなので、これはまあ浦和レッズで言うとね、1年前の ACL のグループリーグと、まあ、同じ感覚ですね。2位に入れば絶対グループリーグ突破じゃなくて、他のグループの2位との、まあ、争いになってきますんで、てことで見ていくとですけどもね、これが上が A グループの2位、まあ、A グループの2位で言うと札幌が勝ち点7ですね。で、グループの C で言うと広島は9なんで、まあ割とね、2位のチームとの差が離れているという現状、まあ浦和自体が現在ね3位なんでね、まずはまあ2位に上がることが、絶対条件にはなってきますが、しかしまあこれね、2位との差が他のグループの2位との差というのは結構あると、まあ、いうところで、これが D と E グループですけれどもね、D グループでもまあ2位の勝ち点が6で、 E グループも2位なんで、 E グループの首位ガンバなのかなんか意外だなという感じが正直、してはいますけれどもね、ちょっとあるんで、まあ現状の浦和で言うとやっぱ残り2試合と、なった段階なんで、もう1位突破を目指すしかない、1位突破でしか決勝トーナメント、いけないというところなので、この試合ね本当勝ってほしい。まあ現状浦和レッズルヴァンカップね、4戦4引き分けなんでね、いや本当ねこの試合しっかり勝ってほしい。でこの試合だから勝てないと多分ね、下手すりゃグループリーグ突破の可能性っていうのが、まあ、事実上の消滅みたいに、なりそうですね。この試合正直勝ち点3取らないとね、まずグループの、2位に入る、まあ、入ることはできても他のグループとの兼ね合いがあるんで難しいでしょうし、で1位突破目指すのであれば本当この試合勝つしかないみたいな、ところと思うんで、ちょっとね注目したいですけど、こう期待したいですけどもね。はい、でてことで予想スタメンの方にはなってきますが、一応2トップで考えましたっていうのも、あのガンバ大阪戦ね、この間ガンバ大阪戦でも2トップ、ね、頭の方採用したんですけどもね、そのガンバ大阪戦の試合後にスコイダ監督、2トップはまだ試していきたいみたいな、ことを話されていたんですね。まあ2トップというのはこれで終わりじゃなくて今後も、試していきたいみたいな話をされていたんでね、まあもしかしたら今後も2トップと、いうところあるんじゃなかろうか。でなればこの試合で2トップを、試すしかないんじゃないかっていうのはありますんで、まあね、どういう組み合わせなのか、後ろからまあ見ていくとゴールキーパーザイオン選手じゃなかろうか。で左サイドバックはね、多分荻原でなくて大畑選手が、入ると思うんですね。言うと浦和レッズも7連戦なんですね。浦和レッズは7連戦の2戦目になってきますんで、まあ、ここでようやく大畑選手がね、まあ、出番があるかどうか。右だから秋元が福岡戦で負傷したっぽいんですよね。うん、秋元選手が負傷をしたんで右に真渡選手が、入るであろう。でなるとやっぱ左は大畑選手には、なりそうですしね。でセンターバックは犬飼か知念か、センターバックね、まあここでどうするか、まあ、犬飼岩波っていうところがね多分硬いと思うんですけども、まあフィールドプレイヤーで
言うと知念はね、出番がまだないんじゃないですか。ルヴァンカップあったかな、ちょっと本当に記憶にないぐらいなんですけども、ルヴァンカップ含めて、ね、公式戦の出番が多分一番少ないのは知念じゃなかろうか。フィールドプレイヤーで言うとですけどもね、まあもしくはテトコール、本当わかりませんけども、まあ犬飼岩波のコンビが、妥当じゃなかろうかと思いますが、まあ知念もちょっと見てみたいですよね。でまあ、さっきも言った通り右の選択肢がない、まあ、酒井宏樹が試運転的にね途中から出ることはあるかもしれませんし、まあ、酒井宏樹を45分間限定で前半出す可能性もありますよね。前半45分限定で酒井宏樹を出してこう試運転というか、まあ試合に慣れさせるじゃないけどもね、ってことはあるかもしれませんが、多分基本的にマータリが先発じゃなかろうかっていうのは感じます。だから試合中マータリが怪我されたら相当困りますよね。もしくは3バックもあるかもしれませんよね。岩波知念犬飼の3バックとかもあるかもしれません。まあ多分そこは試さないかな。まあ4バックであると思いますけれどもね。で左はシャルクか早川ですかね。早川一応右の先発予想には、しているんですけれども、だから左にね早川かシャルクが、先発じゃなかろうかっていうところ。まあ本当さっきも言いましたけれどもね、本当、外国人選手の奮起というのは期待したいですし、でこの間裏木チャンネルさんに出られた、ね、福岡戦のレビュー動画で出られた、ね、川地さんですね、川地さんが取材されたっていうところで言うと、なんかやっぱスコージャ監督も ACL を想定してですけれどもね、これまで外国人を使ってきたみたいな話をされていて、まあ、ショルツと、ホイブラテンはやっぱこう ACL で頑張って、モラントっていうところがあって、ね、2センターバック固定してワントップのところでは興梠の控えがいないというところで、ワントップはもう官邸か臨戦かってところではあってっていう争いが、外国人もなかなか特に両ウィングとか難しさがあったみたいな、ところでしょうかね。で言うとこれから外国人選手本当出番があるんじゃないか、まあ、ACL に向けて、ね、シャルクモーベルグッチの難しいのかも、知れなかったけれども、これから J リーグ戦のリーグ戦のですけれどもね、まあそこタイトル獲得に向けて外国人選手の、まあ、起用も増えていくと思うと、まあ、シャルクモーベルグがこの試合両方先発に、出てもおかしくないし、シャルクモーベルグ臨戦官邸、まあ、外国人4人が並んでも全然おかしくはないと、思うんですけどもね。でダブルボランチは芝と平野ですかね。まあこれ右か左かっていう問題は、あるかもしれませんが、まあ芝と平野のダブルボランチコンビで行くと思いますし、本当にこうねグループリーグ突破を狙っていく、まあ本当狙ってはいると思うんですよ。だんだん多分テストの色って薄くなっていくと思うんです。もちろんこれ1節から3節目ぐらいまではですけどもね、まあテストしつつテストの要素が強かったのかもしれませんが、しかしまあ4、5、6となっていくとやっぱりこうグループリーグの突破っていうところもかかってきますんで、どこまで完全に控え組に行くかですよね。まあグループリーグ突破を狙うのであれば、ここまでのターンオーバー必要ないのかも知れませんし、本当難しい。まあ本当多分6節までこうテストの色を出していくみたいなところはなくて、まあ、実質この4、5、6っていうところはですけれどもね、このまあ最後の、ところに関してはまあねっていうところ、本当4試合終わっていますので、4、5、6っていうところ本当はですけれどもね、あんまりこうテストの色はね出さなくてもいいのかと思っていたんですけれども、多分4節に関しては結構テストの色が強くて、ここからの5、6ですね、グループリーグ残り2試合に関しては本当本気でグループリーグ突破を狙うのであれば、まあ割とボランチのところ伊藤敦樹使ったとか、まあ岩を使うっていうのもあるかもしれませんがね、というのは感じますんで、まあ正直予想スタメンしていく中で、まあ確かにグループリーグなんだけども、グループリーグの突破もかけてほしいっていうところなんで、まあ作りながらここまでのターンオーバー実はないのかなとか、思ったりもしておりますがね。で右は早川が見てみたいというところ、福岡戦ベンチ入りしていたんですよね。出番はなかったんだけれども、福岡戦はねモーベルグではなくて早川選手が、ベンチ入りをしていたんで、まあ序列としては現状試合に出せる状態であるのはモーベルグよりも早川であるということを考えると、まあ早川が先発なのかなというのは、感じますけども、しかしまあさっきも言ったとおり、どこまでこうテストの色を強くするかには、かかっていくと思いますし、本当の意味でこうテストっていうのはこの試合が最後と思うんですよね。やっぱり最終節はグループリーグ突破をかけたゲームには、なんと思うんで、ってことを考えると、まあ、テストっていうのはこれが最後で、6節に関してはグループリーグ6節に関してほぼほぼレギュラー組でいくと思われますんで、本当、ね、そういう意味では控えメンバーの奮起というのはこの試合期待したいところですよね。であとは官邸臨戦、まあ、2トップは外国人コンビで行ってもいいと思うんですけれども、軸は官邸で相方が臨戦になるか、で都市になるかというところでしょう。ただ僕は高橋都市もちょっとね90分間、見てみたい選手、本当熊本時代から期待してる選手にはなってきますんで、もう復帰もしていますんで、高橋のスタメンもあるんじゃないか、まあ官邸か、あかんじゃん、まあ、臨戦か高橋かっていうところでね2トップ決まっていくんじゃないか、まあ
もちろんね、まあ、4-5-1 にしてねってもあるかもしれませんが、多分2トップでいく気がするんですけどさ、この試合どういう風な展開に、なるかどうか、僕は何か思いますけれども、そこまでテストの色は出してこないんじゃ、ないかっていうのと、そんなにまあテストの色を出す必要もないって、思っていますんで、まあ、どういうメンバー選定してくるかですけれどもね、ちょっと注目してみていこうと思いますけどもね。はい、テロが以上になりますね。以上、パラプンテジルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録さら。